いパス。おおお。うわあ、チキショー。どういうチキショーかがわからない。ほい、ということで今回は冷蔵庫のプリン食べられたというゲームをやっていきたいと思います。これはもう始まってるの？始まってるの？まさかの？え、プリンをゲット。ほう、食べてますね。食べてますね。翌日。ない。あ、なるほど、そういう始まりなわけね。ない。冷蔵庫のプリンを。プリンがない。あれはお兄ちゃん、冷蔵庫のプリン。お兄ちゃん、弟に、まあ、食べられたということが。え、で、これは、何をしていくの？だって、ママにゲーム隠されたは、ママに隠されたゲームを見つけるっていう感じやったけど、これは、プリンを食べた弟を探すゲーム？何？あ、なんか、弟ついてくる。え？え？やはり！あ、これは何？これ、男の子視点の方ってこと？私は。なるほど。このお姉ちゃんから隠れきらんといかんということか。あ、そういうことね。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。そういうことか。こっちは何もない。え？なんだ、どう？入る？え、丸見え。丸見えですけど。きしょー。え、待って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 。これはどうすればいいんだ？とりあえずここだけ開けておいて、いや、無理だけど。え、無理なんだけど。なんだ、どこかに何かあるのか。いや、何もないよ。え、ここの部分しかないよね。え、どうすればいいんだ、これは。ん？で、こっちの方に、あ、なるほどね。そういうことか。そういうことか。それでごまかせるのか。うんうんうん。なるほど。なるほどね。うん、ここのカーテンなんか透けとるね。透明になっとるけん。新聞？いや、入れてないよ。全然、頭隠して尻隠さずとはこのことだな。え、これ要は、新聞ゲットするやろ？で、こういうこと？いや、普通にわかると思うけど。それで？やはり！いや、普通さ、え、みん？え、みん？誰か。それか、あれ？弟くん知らない？みたいな感じで聞かん？こっちやな。え、でも手丸見えないんやけど。騙される？マジで？やはり！お姉ちゃんちょろすぎか。お姉ちゃんちょろすぎか。え、これはこの中に、え、これ身につけちゃいます？え、身につけれなくね？これもゲットした。え、羽織れないし何もできないんだけど。え、何もできないんだけど。あ、これつける？そこ、おじいちゃんはこっちに向かってくるんやね。なぜ？え、なにこれ、羽織の方をかければいいってこと？そういうこと？いやいやいや、おじいちゃん様子おかしすぎるやろ。え、おじいちゃん背中の下ってならん。何もやりじゃない。謎すぎるわ。これはひび割れの中に入ればいいんかな。バットでとりあえず殴って。そこは普通にお母さんに怒られる感じなんや。え、じゃあ、バットを取って、タンスの中に入るってことかな？でも他別に、ないし。じゃあ、バット取って、ペコの中に入る。たけしやん、たけし。あ、なるほどね。ストレートに行けばいいわけやね。まあ、わざわざタンスの中開けたりせんよね、人探すときに。ん？せんかな？わからん。わからん。ん？これで。なにこれ、カウントするやつやん。え、これで。
これで。え、なんで、いやいやいや、座ろう、いや座ろう、なんでパイプエースを振りかざした。ちょっと私にはよくわからないわ。このパイプエースいるんかな。え、じゃあこっちのカウントのやつを、あれできない。とりあえず、はい。いや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 、何、通行人に紛れて見えてないってこと、こっちが。それどういう仕組みってか、いつも思うけど、この家さ、めっちゃなんか通り道になってるよね。通行人たちの。電気。え、めっちゃ普通。いや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 。暗闇でもちゃんと目凝らそう。やはり。なるほど。そしてどこまでも右へ右へと続いていく、この家。すごいな。横長いんやな。え、これはおじいちゃんと添い寝していくスタイル？足。足。え、なんでそっち向きに寝た？え、てか普通にさ、あの布団からはみ出さんかったら全然いけたんやない？違う？え、それはダメだと思う。ですよね。気づかれるよね。いやいやいや、むしろなぜ気づかれないと思った。じゃあ、え、丸見え、丸見えよ。あれ、え、なに、どこ、タップするところが違うとかそういうことかな。は、ふわ、おじいちゃん、おじいちゃん足長。え、こういうこと、なるほどね。いやいや、はぐらないであげて、寒いよ。時期にもよるかもしれんけど。はい、そしてなにこれ、あ、これ鳩に餌をあげるとかそういう、いや座り方、弟くん座り方ちゃんと、いやいやいや、え、鳥寄ってこいやん、何しにばらまいた、何しにばらまいたん。ただ単になんかね、汚しただけ。チキショー、チキショーっていうか、え、これは骨折とかそういうことになるんじゃ。ちょっと待って、これでじゃあここの、はい、おいでー。あ、来た来た来た。え、でで、またここに座って巻いたらこっちにやってくるってこと。あ、来た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 。いや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 、家の中でこんな光景あったら何ってなるけど。ちょー、あれだよ、観察力がなさすぎるよ、お姉ちゃん。これキリンのパターンのやつ。人参だけやね、オッケー。はい、人参置きます。で、これ、え、何もないんですけど。いやー、蹴られた。蹴られた。普通に痛いやつ。あれ、これは尻尾、いや、これはタップする場所関係ないんかな。うわー、あ、そっか、そういうことか、そういうことか。あの、キリンの顔が降りてきたときに乗るのか。いや、前にね、このパターンで、あの、ママにゲーム隠されたで、ママが出てきたことがあったよね。やはり。なるほど、そういうことだ。首しんどくないんかな。あなた子乗られてね。なに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 、陸上、バスケやった。ヘイパス。お、うわー、チキショー。どういうチキショーかがわからない。え、どういうチキショーなの、それは。はい、ゲット。これはこっちに渡すとか。いけ、え、うわ、結局チキショー。あ、タップせんといかんってことかな、タイミングで、もしかして。はい、ゲットしました。で、これで来い。いけんやん、いけんやん。どういうこと、え、どういうことや。他にゲットできるもの別にないよね。ナイス。んー、もう一回、へいへい。あ、やっぱりこれジャンプできる。うわー、ってことは私のタイミングや。こういうのなんて言うんやったっけ、ちょ、わからんけど。はい、こう、なんかさ、ジャンプするタイミング早く、うわー、
ちゃんとしたタイミングでジャンプできるこれ。ちょっと。ちょ、待って。はい。はい。来い。え、これ、え、ジャンプできんねえけど。どういうこと？え、これ普通に、え、タップできるの？本当にできるの？疑い。疑ってるよ、私は。へい。お、いけた。よし、これで。めっちゃ目隠ししてくれとるやん。やりー。ああ、よかった。もう永遠にいけんのじゃないかと思った。普通に。さあ、そして、ここボーリングの球。え？ごまかせた、マジで。やりー。いや、でも、確実にボールじゃなくて、ふさふさしてるってわからんかな。ね、ちょっとなんかハゲ頭とかならわかるけど。え、何、誰なの、あれかな、せわしくんかな。せわしくんかな。え、ちょ待って、リンゴゲット、みかんゲット、あ、巨人になるとか、違う、オレンジ、みかん、でかくね、逆に、いやー、この中に割って入る、マジで。なるほどね、サザエさん的なあれや。ごまかせるんかい。やりー。このオレンジの葉やったらどうやったんやろ。入れんかったってことかな。しかも巨大化させたら自動的に、これは財布拾っちゃいかんやつやな。じゃ、これとりあえず落としてみまーす。シンプルにキコリさんに怒られたんだけど、ちょっと。じゃあ、これを回収して、竹を切ります。かぐや姫が出てくるパターンへ、違うんかい。あの、この中に隠れろと。え、てか、そこ深くない？家どういう仕組み？え、どういう仕組み？やはりこれなんかピューピュー音鳴りそうやけどね。はい、そして、トランポリン！これは、高く高く、飛んでいって、見えんなれってことやね。あ、危な。これは、は、てい。お、おいいぞ、消えるぞ、画面から。おっしゃ、消えるー。で、あ、戻ってこない。戻ってこなくなった。屋根突き抜けたね、きっと。あ、来た来た来た。やはりー。え、滞空時間長。やば。はい、そして、え、これは何？魚釣ってくるの？マッチ。え、マッチ？釣り竿。釣り竿で釣りをしましょう。はい。そして、釣れてない。はい。さあ、来い。いいの、来い。長グッズ。長グッズはちょっといらないんじゃないかな。いや、もしかしたら必要になるんかもしれんけど。来いよ。ね、もしかしたら魚が正解とは限らんもんね。来い。何も来なくない？これ長靴しか釣れんとかいう、そういうパターン。お。あ、タイミングがダメだった。くそ、せっかくやっとかかったというのに。来てよ、サンマじゃないこれ、多分。置きまして、はい。お、煙で見えんくなるってこと？なるほど。いや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 、こういうのはちゃんとね、こう、なんていうん、ちゃんとしとかんかったらさ、火事になりそうじゃない？あれ、放っておくの？ん？何もない。ゲームある。え、これは何、ママにゲームを隠されたではないよね。なに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 、チェキショー、これはゲームを取るべきなのか。ママえ、これはママのところを開けるべきなの？ママえ、なに、どうす、あれ、ちょっと待って、あ、これなんか二つあるんやけど、なんか分身してよ、これ。え？あ、そういうこと？
やはり。なんなんそのなんなんその感じ。このアプリの機能を使ってってこと。すげえ。なんか何もない。え、何もないんだけど。何？何？え、何やってんの？怖いんだけど。え、めっちゃ怖いんだけど。何やってんのこれ。え、何何何何これ。何これ何これ何これ。え？やはり。え、どういうこと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 、全くわからない。怖い怖い怖い。何、死んだの？君死んだの？見えてないの？お姉ちゃん。え？何？今のは何が正解だったの？どういうこと？なんで正解だったの？これ井戸に入るしかないよね。なんか急に簡単になったぞ。え、なんか2回目来た。え、だってこれ、え？ん？困ってる。なんかお姉ちゃんめっちゃ困ってんだけど、どうした？出てくるべきなのこれ。あ、何？お姉ちゃん心配してる？ルームはてなはてな。出れなくなったってことこれ。お姉ちゃん。ん？こっちに何か、あ、明かりが。ん？明かりつけれないのこれ。え？つけれないんだけど。何か落としてもらわんといかんってことかな。あ、なんか連携プレイみたいな感じ？ちょっと待っててね。あ、じゃあ前のところにあったあのマッチを持ってこんといかんってことか。なるほど。弟思いのいいお姉ちゃんじゃないか。じゃあこのマッチを持って。え、すごい。こういう感じなんや。展開がすごいぞ。ことはここが家の終わりってこと？あ、待って、マッチ落としてあげんといかんかったよね。ちょ待ってね。はい、マッチだよ。さあこれでマッチが中に投げ込まれて、あ、でもマッチがあったけんってね。はい、明かりを灯…お、何急に現れた。え、これは何？どうすればいいの？斧で破壊するってこと？そしたらきっと中に何かがあると。何が出てくるんだろうか。はい、斧をゲットして。これ斧をさ、井戸の中に投げ込んだら弟くん危なくない？ザクッていかん頭。どうぞ。生きてる？あ、生きてる。はい、じゃあこれで破壊します。あ、ロープや。なんであんなしまい方してんだよ。はい、じゃあこれで出ます。え、めっちゃあれやん、兄弟愛やん、これこそ。ね、頑張れ。うわー、落ちたよ。え、落ちたよ。これはまだ何か必要なものがあるってことかな。多分何か必要なものがあるってことか。何が必要？お母さん？ちょ、ママ呼んでくる？隠れとったところにまだママおるかな。あれやね、二人で協力して引き上げん。おじいちゃん、おじいちゃん起こす。おじいちゃん起きて、ちょっと。あ、起こした。よし、来て。こっち。ちょっと弟くんが大変なの。ほら、もうプリン食べられた、こらーっていうよりもね、弟やっていう気持ちの方が強くない？お姉ちゃん、優しい。はい、これで。さあ、どうだ。よし。でもこれ、ママも必要そうな気がする。どうよ。あー、ダメだ。大きな株方式や。よし、増やしていくぜ。ママを呼んでくるぜ。おじいちゃん別についてこんでいいよ。あそこにおってくれたら全然。ママ、そんなに前やったっけ？あ、ここや、ここ。ほら、ママちょっと、来て。そんなとこに隠れてる場合じゃないよ。
これで全員よね。パパはおらんかったはずやけん。この家のパパは一体どうなってるの？複雑な家庭？一回も出てきてないよね。謎だわ。おばあちゃんはね、亡くなっとんかなって感じはするけど。よし、これで。さあ、ママも呼んできたよ。なんでまたこけとん？あ、そっか、落ちたんやっけ。落ちたんだっけ？はい、これで。さあ、次こそ。どうだ？いけるだろう。え？え、待って、どうすればいいのこれ。誰？誰がいるの？待って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 、誰がいるの次。え、もういなくない？え、なんか助け求めれそうな人おったっけ？え、全くわからないんだけど。何か中に落とすものが必要とかそういうこと？え、なんだ？え、待って、ない。え、ここ一番最初のとこか。え、何もないんだけど。待って待って待って、何、何かない？なんかこれ入れ替わってない？猫、猫呼ぶ？なんですって飼い主様の大ピンチ。君さっきまでいた？開いてなかったけんかな。とりあえず猫何の役に立つ？ちょ、全くわからんけど。てか飼い猫おるんやね。役に立つんだろうか。何、猫引っ張ってくれるの？はい、頑張ろう。頑張って脱出しよう。もうこれ別のゲームみたいになってるけど。いけるか。引っ張るんだ。猫その加えてる力、それにどんだけのものが。でもこれ以上もう増えそうにない。あ、持ち上げられていく猫の力すごくね。すごくね。やば。あー、脱出。おー。え、まさかのラストやね。そういう感じ。猫も喜んでる。かわいい。コングラチュレーション、脱出成功。そういう脱出。なるほどね。なるほどね。はい、ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかめっちゃすぐクリアできるし、それなんか終わり方が全然想像つかんような感じでね、面白かった。